どうも、猫嫁です。土曜の夜は皆さん何をされていますか？猫嫁はね、先ほどまでじゃんじゃかあれです、ギターをしておりました。はい、それでは今日の人形劇は鬼ヶ島へゴーです。ちょ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 ん。ねえねえ、あなた今週はどこ、どちらへ行かれますか？なんかいいことがちょっとなんか時代劇みたいな感じだね。どうしたの？そうでもないかな。確かに今の発言はそんなに時代劇っぽくなかったけど。で、今日はどこ行く？やっぱり秋葉？秋葉？秋葉？なんか今日のついさっき秋葉でドローン買おうかとか言ってたじゃん。あれね、ドローン飛ばしてみるのも面白いかなと思ったんだけど、ドローンを飛ばす、ドローンってさ、ねえねえ、なんか高いところから下を眺めるみたいな感じでなんか映像とか撮影するよね。そう。でもあれってさ、なんかここは撮影しちゃいけませんとか禁止区域とかあるよね。だからね、僕家の中にね飛ばそうと思う。家の中でドローン飛ばすためにドローンわざわざ空き箱に行って買うつもりなの？物は試しにいろいろ経験してみるのもあれかなと思って、経験してみるも何も、せっかくだからなんかね、撮れるところでドローン使った方がいいような気がするよ。じゃあということは近くのあそこにでも行きますか？近くのあそこ？あそこ。いや、あなた、あそこと言われてもちょっとよくわかんないんですけど。近くにあるじゃん、鬼ヶ島。あそこ確か上空で撮影しちゃいけないとかそういうのなかったような気がするよ。近くの鬼ヶ島、確か前回おむすびコロリンの穴いったような、あんな感じだよね確か鬼ヶ島。そして近所にあるしね。なんかうちの周りにはなんかね、なんか時代を感じるなんかテーマパークいっぱいあるよね。でも行ってなかったみたいな。だってなんかさ、行ってもさ、なんとなくさ、なんとなく内容わかるような感じじゃん。だから行かなかったんだけど。じゃあ秋葉でドローン買って、じゃあ今週末は鬼ヶ島まで行ってみますか。そうするよ。じゃあ秋葉でドローン買ってくるね。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。週末
わいわい、ガヤガヤ。来たね。こちらリゾート鬼ヶ島って。なんか書いてある。うんうん、書いてあるね。そして、じじ。あなたずっと何見てるの？ん？このクチラリゾート鬼ヶ島って読んでた。違うでしょあなた。あなたずっとこのお姉さん、鬼のお姉さん見てたでしょ。ん？全然見てないよ。3分ぐらい見てた。え？そう、そうでもないと思うけど。もういいや。うん、いやこちら鬼ヶ島リゾートドローン持ってきたよね。うんうん持ってきた。じゃあ仕方ない、行きますか。どうもどうも、ドットでございます。ほらほらほら、ドットさん、あなた、あのおむすびコロリンの守りユニコーンのドットさんじゃないですか。なぜここに？僕はあのこちらのね、鬼ヶ島リゾートに関してもね、案内役をね務めさせていただいております。そしてまだね、あの相方のユニコーンのコロンがねまだ見つかっておりませんので、行方不明なので僕がねこちらのね鬼ヶ島をね鬼ヶ島をご案内させていただきますが、よろしいでしょうか。いや、あのよろしいとかさ、そういうんじゃなくて、なんというか、なんか君の言葉遣いがちょっと僕あれだな、ちょっとなんか映っちゃったよ。ん？映っちゃいました？仕方ないですね。映る映らないで言うと、こちら鬼ヶ島なので、鬼のパンツをね一つ鬼に、あそうだ、鬼のパンチ、鬼のパンチはいいパンチなんて言いますけれども、ちょっとね鬼ヶ島ただいまにあのねパンチがねちょっと少なくなっておりまして、よろしかったらあのパンツをあのお写真というか通行料としていただけないでしょうかね。通行料、私は絶対ダメよ。私パンツなんてあげられないわ。パンツぐらいならあげてもいいかもしれないけど、僕のパンツでいいんですか？思い出した。ここでもね中古料を1000円以上お支払いしていただけましたら、パンチューじゃなくてもねいいんで、よろしくお願いします。あ、まだ1000円で地獄行きで、2000円でその真ん中、天国と地獄の真ん中で、で3000円で天国とか言って、そういう感じですか？あ、いえいえ、こちら鬼ヶ島リゾートなんでも地獄というかね鬼が住んでる島って決まってるんで、一律ね1000円いただければと思っております。あ、1000円そうね、あの時の記憶でちょっとね多めにねお金持ってきてくるから大丈夫よ。はい、あなた、は
払って払って。はい、じゃあ2人で2,000円。はい、毎度ありがとうございます。それではこちら鬼ヶ島リゾートへご案内。なんか鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ強いぞはあみたいなパンツいっぱい履いてる人いるね。しかもなんかさ、鬼に金棒みたいな金棒なんかズリズリ引きずっててさ、ちょっとなんかさ、あのトゲトゲの部分がねちょっとねすり減ってる人とか多いね。あ、そうね、よく見たらなんかパンツもなんかね、あのなんかあのコスプレでいつも着てるのかもしれないんですけど、ちょっとところどころなんかあのなんかね、補修されてたりするわね。ああ、そうですそうです。ここ鬼ヶ島、リゾート鬼ヶ島でございますが、最近あのね、ここのあのあれでちょっと、ね、収益がね下がっておりましてね、皆さん大変なんです。ちょっとそこら辺はね優しい目で、ね、見ていただければと思っております。いやどこもこのねご時世大変なんだね。大変なんですよ。なんでね、こうやって私があなたたちがここに来るようにね、ということで、つきましてこの鬼ヶ島リゾートということは、桃太郎のあのあれ物語に沿うようなね感じの、ね、アトラクションとかあるんですけど、やってみます。桃太郎鬼ヶ島。あ、そうだよね。まず犬だっけ？犬とキジと猿が何だっけ桃太郎のところにやってきて、あれだよね、あのきびだんごを、もらえたら、鬼退治に行くよとか、そういう感じのあのテーマパックなんですか。そこら辺ね、ちょっとね、犬とかね、猿とかキジとか、そこら辺はねちょっとね、省かせていただきます。大幅カットだな。そこ省くとかさ、あの一番なんか醍醐味なんじゃないの。なんか犬とかね猿とかねキジとか、あの連れてこないとさ鬼退治できないでしょうか。なんていうか、あの現代のね お兄さんたちはそういう感じじゃないんです。あの見ての通りみんなね、フレンドリーでございますしね、お金をいろいろな、ね、アトラクションでね使ってくれましたらね、別にそんなね、誰かをさらうとか、金品 財宝なんとかということはございませんので、安心してください。いや安心とかじゃなくて、それだじゃあさ、あの鬼ヶ島っていうなんかさ、そういうさテーマパークとしてそれどうなのよ。いや、あ、どうと言われましても、あの昨日のあの昨日というか先週か、僕にとっても先週もね、その昨日もね、あのねちょっとね目を閉じてる瞬間でございますんでね、あれなんでしょうけれども、あの前回ね言いかれましたね、おむすびコロリでもそうだったじゃないですか。なんとなくね、そのね鬼ヶ島の雰囲気を、あのお客様たちが、お楽しみになられましゅうという感じなんでございますです。はい、そんな雰囲気を楽しむ、あ、要はあれだよね、あの神社行ってあのお参りして、なんかかちょっとねなんかね、ご神器を感じたとか、そんな感じのテーマパークっていうことなんですかね。そんなような感じでございますです。はい、僕いつの間にかねこんなところにね、あの輪ゴムをね、
髪をむちくられちゃってんでしょ。でちょっとね、心力がねちょっとねこのゴムのせいでね吸い取られてるんで、ちょっとねあなた方をねお守りねできない場面もねただございあるとございあいやあるかと存じますが、そうしたらどうなるかちょっと分かんないんですけど、まあここまで来ちゃったから、自己責任ということで何かあったら、そうなるということでよろしくお願いいたします。いや自己責任とかちょっと待てよ、何かある、いやちょっとテーマパークとか聞いてさ、今までなんかさただのその鬼ヶ島の雰囲気味わうための、ね、テーマパークだっていうお話だったっけ。雰囲気ね、血とか骨とかそういう雰囲気がねいっぱい楽しめますよ。あとねシューディリングだね思いもねできるかと思います。あれですよね、あなたたちあれですよね、あまりにも、ほらリモートワークとかそんな感じであまりね普段ね人にも会わないだろうし事故とかにそういうのにも会わないかと思いますね。こういう時こそねそういうスリリングだね体験できたらいいかと思います。それにねなぜかどうしてかね僕のね尻尾にねこうやってね輪ゴムがねついちゃってるんでね、主演もねどうしてこうなったか分からないんでしょうけど仕方ないですよね。それもねこういったね偶然の産物でございますんでね、いや偶然とかそういうのいらないんだけど、そうよ偶然よりも何よりも私たちの身の安全の方が大切だわ。身の安全一度地獄に行きかけた人が身の安全でしか、ちょっと笑いちゃいますね。おい笑うんじゃねえよ、もう怖いじゃねえか。もうこのね入り口だけでねもうスリリングさ味わえてるから、どうしよう、なんかちびりすとかちょっともう帰ろうかな。まだ500円ぐらいしか楽しまれてないんですけど、それでも帰りましょう。いやちょっとなんか血とか骨とか言われたら普通買えるでしょう。1000円払ってもそんなの見たくないね僕はね。あらあなたそう、血とか骨とか言ってるけどこの人またさそういったなんか映像を見るとかそんなんじゃないの。だからちょっと見に行こうよ、楽しいわ。本当もう俺そういうの全然もういいからさ、なんか耳鳴りとかもちょっとしてきたしさちょっと怖いんだよね、これ前編後編にし分けようか。前編後編で見る人いますかね。いやちょっと見る人いるとか言って誰か見てるんですか。いえ何もね、そんなことでね、みきございますございます。いや、もういいや、何でもいいや。で、どうなのよ。なんか、血とか骨とか言ってたけど、なんか、そこら辺になんか、うじゃじゃ、なんか、よく見たら、棍棒になんか血ついてるよ、血。血ついてますかね。あれただの赤サビじゃないですか。いやあれは血だよ。よく見てみろよ。ほらあそこの棍棒中でずるずるって引いてるあたりのさ土がちょっと赤いぜ。赤いですかね。赤土が水に混ざって、いや最近雨多いでしょうしね。だからそんな血キャッ見てよあれ。いやもう帰ろう。なんかもう行けないものを見てしまった気がするよ。いやもう今日はもう俺これで帰るわ。あなたそれ英断だと思うわ。そうですか。本当にそれでいいんですかね。いいってどういうこと。そういえば旦那さん、ここに来る前にドローン買いませんでした。買ったよ、アマゾンで。
はい、買いました、買いましたけど、それが何か。いや、あのこちらリゾート鬼ヶ島では、上空からのね、あのお客様たちのスリリングなね体験をね、シャチュエーションという、特典がございまして、こちらね500円払っていただきましょう。お客様がよりね、叫んでたりとか雄たけびを上げていたりとかに、ね、するシーンをねドアップでね撮影させていただける、プランがねございますです。ああ、そんなプラン、なになに、雄たけび、姫、それってやっぱりちょっとやばいとこなんじゃないですかね。大丈夫なのかな。やったからこそ、日常生活に何も刺激も6人何もなく、何あの人生とか隠しとか、霊能力とか少年のばかりにね、やってみたいなとか、頼めしみたいなとか、全身知りたい、過去知りたいとかいうね、あなた方にはね、ぴったりなね、スリリングな体験できるね、アトラクションかと思うんですけどね、私的には。いや、俺そんなに、あれなんだよな、前世とかどうでもいいわ。いや、あなた、でも私、前世とか見たいですけど、ちょっとね一口ねお断り入れますけど、このねこちらのねリゾート鬼ヶ島ではね、人種とかそういうの見れるわけじゃないんですけど、それと同じくらい刺激のあるアトラクションねいっぱいありますんでね、出したらね、いや楽しいですよ、行ってみません？なんか楽しそうよ、行ってみない？なんか楽しそうっていう、どう聞いたってどう伺ってて怖いことにしかならなそうなんだけどな。僕今奥様がね行きたいとね言っておらっしゃいますし、ほら奥様もね毎日ね幼稚園とねお家のね往復じゃね全然そんなねスリリングな体験もしねしませんしね、そんなねスリリングな、ね、体験とかね望まれてる奥様にぴったりなねそうそうアトラクションなんでね、旦那さんもねついていってあげたらどうですか。いやあげたらどうとかじゃなくて、俺しっこちびりそうだよ。いやしっことかちょっと下品なこと言わないでくださいよ、旦那さん。では、それでは、通行料金、通行手形というか、通行料金もいただきましたんでね、そろそろね、もうね、こんなとこでね、雑談なんてしてないで、行きましょうかね。いや、雑談とか、そんなに、いや、生きるか死ぬかの状態でさ、そんな簡単に決められないだろう。そう思いますよね。というかもう23分も23分もこんなね毎節ばっかりでね、なんかあれだな、どうしようかな、ここで一旦切ろうかな。いやいいか、5分ぐらいで終わるかな。いや何言ってるのこの人、本当怪しいんですけど、しかもあの時もねろくなことにならなかったしな。いや怪しいとか言わないでくださいよ。それでもねここのねゴムでねちょっとね僕のね神聖なね力はねちょっと半減していらっしゃいますので、では心してリゾート鬼ヶ島へ。ねえ、あなた、何？そういえばさっき案内してくれるって言ってたユニコーンのトトさん、いつの間にか消えているわ。あ、そうだね。しかもなんか
よく見たらさ、鬼のコスプレしてる人たちも全く見えなくなったね。うん。あ、そうだ。ドローン飛ばしてみない？お、いいね。何何？あ、僕らの頭の上が映ってるね。うん、そうみたい、そうみたい。ほんで、街とかも見れるね。うん。鬼ヶ島だけあって、何？釜湯で、温泉？は？あとなんだ？財宝館に、何何？桃太郎とキジと犬の合戦場とかいうあれ射的というかなんていうか的当て弓の的当てゲームみたいなところと鬼に当たりみたいな鬼が天守で弓を渡すのも何これ鬼あ見て見てあそこ鬼がなんかきびだんご売ってるわ美味しいきびだんご1本300円だってなんか鬼がきびだんごを売るとかねちょっと精つきそうねちょっと食べてみたくなったわうん、なんだかなんかシー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 とかなんとか言ってなんか死を連想するような上空から見るとね手間パクには全く見えないね、うん、そうねどうしましょうまあ行ってみるだけ行ってみるかテク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 わーい射的パン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 うん、ちっちゃいなんか商品もらってあげるあ、ありがとうじゃあきびだんご食べようよパッコ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 お客さんたちいい写真撮れたよはっなんかポッキーチャレンジみたいなちょっとねパック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 チュッてなっちゃったやついや、いらないです。もうそんな年じゃないんで。ん？年？年でしょう。もう30も過ぎたら年だよ。そんなポッキーチャレンジみたいな。ちょっと恥ずかしいわ。うん。うん、俺別に恥ずかしくないけど。鬼ヶ島で。なんで私たちこんなことしてるんだろう。全然なんかスリリングな体験。いや どんなスリリングな体験いやポッキーチャレンジ してるところを見られたのがスリリングな体験なんでしょうかなんか私どっかしちゃいそうだわいやちょっとトイレ行ってくるねあいつのトイレ長いんだよなあいやちょっとさっきのドローンのね映像をね見てみよう今のところうん、僕たちそうだよねきびだんご屋の前にいるんだよなうん？待てよちょっと待てどういうことだ山の向こうになんか僕らに似たそしてなんか血の色の皮がこれやばいんじゃないごめんね待ったいや待ったとこじゃなくてちょっとやばいよちょっと見ただけこれ見てドローンのここええ証拠にさしゃめさ撮ったからさなんとなくさなんていうかさ何も知らないよって言ってでさちょっと帰らないそうねきびだんごもね食べたしそろそろ帰ろうかしらテック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 
がトイレ行ってる間にあの二人帰っちゃったのかな。うん、こちら鬼ヶ島リゾートって書いてあるけど、本当は僕がねあの人たちをあの子たちをね連れて行こうと思ってたところは本当はここじゃないんだよね。うん、もしかしたら変なのを見ちゃったのかもしれない。あーかわいそうかわいそう、おーかわいそうかわいそう。まあでも多分次回がこの人形劇に次回があるとするならばきっとねまだあの天国とか地獄とかにあの湯とかにはまだ行ってないんだろうな。うん、よかった。うん、本当に鬼ヶ島なんて連れて行ったらあの子たちきっとどう思います？本当の鬼ヶ島はここじゃないんですよ。皆さん、その暗号が分かった人はコメント欄に書いてくださいね。とってもとってもとっても僕が言うのもはばかりますが、なんというか現代風なとこであります。口じゃないんです。とにかくちょっといろいろなねことが分かる人には分かる鬼ヶ島、本当の鬼ヶ島はここじゃないのです。ということで32分間このね鬼ヶ島人形劇の鬼ヶ島見てくれてどうもありがとうございました。ではまた、さらば。